忍ぶ淳平昭和37年11月1日は、日本の外交官、国際法学者、法学博士、早稲田大学教授、学士委員会員、中華民国顧問等を歴任。1943年学士委員恩師将受賞、樹山三区日東随法八1871年、鳥取県生まれ。父、女県には、男の子が3年あり。 それぞれ広志一郎、淳平、慶三といった。5歳か6歳の時に生母、糸が助見取り別した。そのためどういう母親だったかの記憶はない。旧制鳥取中学校、改正中学校を経て、1894年、東京高等商業学校卒業。淳平は自分の経歴を書いたメモを残している。メモでは、こうなっている。幼児小学校を終えたるのみで、 中学校を知らず、大学にも入らず、私塾にて漢学を専攻し、次で、教立中学及び浪人者にて英語を学び、後に、イギリス法律学校、東京専門学校及び高等商業学校にて、法律学、経済学、商業学等を聴講した理想と、主に独学にて修行。北海道長続を経て、百九十四年私立、新潟商業学校教諭。 1896年私立、久留米簡易商業学校校長。1897年外交官及び、領事官試験に合格。領事官補として、形状に赴任する。その後20年間は、海外の外交官暮らしが続き、メキシコ公使官所機関、満州占領地行政事務官、東韓不可の二代理事長理事官、オーストリー大使館官所機関、オランダ公使官所機関、 軽かった総領事を歴任。日露戦争時に大日本帝国陸軍、両党守備軍司令部付け、満州占領地行政事務官を務め、法律顧問のありが長尾との地遇を得る。1917年46歳で、外交官を退き、早稲田大学講師になった。早稲田大では、外交史、国際法、国際政治学を教え、新愛知主筆も務めた。 1925年に東京帝国大学から法学博士の学理を取得。1932年2月に帝国海軍第三艦隊司令部国際法顧問として機関出雲に乗り組み、第一次上海事変に従軍。1943年には4巻5000ページの大著、戦時国際法講義で学士院恩師を受けた。 1944年帝国学士委員会員。戦争中に定年で、早稲田大講師を辞めたが、戦後早稲田大学に、新生大学院ができた時教授に迎えられ、1951年から1956年まで、早稲田大教授を務めた。80歳を超える高齢で、再び外交師と、国際政治学の講座を受け持った。1962年91歳で死去した。 純平は、大正末から、昭和初年にかけて新愛知新聞の主筆やマン、長報の社長を務め、論説を書いている。宗教は全宗。趣味は、乗馬、重量。父、忍ぶ助見左から手、三竿、淳平、藩一郎左から藩一郎、万次郎、王四郎。ありがとうございます。